はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日の動画もね、こちらのずんどうちゃんを使ってラーメンを作っていこうと思っております。で、どんなラーメン作るかっていうと、結構ね、あの懐かしめの、かつあの背脂がいっぱいチャッチャしたような醤油ラーメンを作っていこうと思いますんで、食材はね、お肉がメインとなっております。とりあえずね、材料等々の紹介は料理を作りながらしていこうと思います。まずはじめに入れていくのがこちらの鶏ガラでございます。ガラを1羽2羽と、続いてこちらの鶏もも肉でございます。1キロほど入れていきます。はい、続いてこちらの豚ロースちゃんでございます。豚ロースちゃんは約ね 1.5 キロほどで、こちら豚バラちゃんは1キロですね。ほい、でこちらのもみじと、もみじは500ぐらいかな。でこちらのネギの青い部分2本分と、でこちらの生姜と、ほい、で最後こちらニンニクでございます。とそしたらお水入れて、こちらのお湯が沸きましたら軽く乳化させたいんですけれども、ファイターにする感じではないので、まあ、中火ぐらいでね、どん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 煮ていきたいと思います。ということで、今ねこんな感じブクブクしてるんですよ。これぐらいのね温度帯で約3時間から4時間ぐらい、アクを取りながら煮込んでいこうと思うんですけれども、この作業と並行して背脂を作っていきたいと思います。今回の背脂ちゃんでございます。こちらの背脂を鍋の方にね、細切れにしていきたいと思います。はい、ということで、今こんな感じで背脂細切れにいたしまして、お水を入れてきました。これをね、箸で切れるぐらいまで柔らかく1時間から2時間ぐらいね、煮込んでいきたいと思います。はい、ということで、あの後ね、なんだかんだ4時間ほど炊きました。だいぶね、もう具材から出汁も出てきたんで、これをね、こしていきたいと思います。こんな感じに今スープが取り終わりました。そしたらここから他の返しや鍋の準備なんかをしてラーメンを作っていきたいと思います。ということで、ただいま全て準備が整いましたが、先にねトッピングの紹介をしたいと思います。今回作ったのはチャーシューちゃんでございます。これ、豚のバラ肉で、醤油10に対して、料理酒が1、片面ずつね20分ほどひっくり返して合計で40分火入れをしたものになります。で今回使ったお醤油の方がね、たまり醤油と、濃い口醤油を1対1で割っております。で切ったネギ、あとは既製品になるんですけれども、海苔、メンマ、最後にこちらの卵と。で今回使う麺なんですけれども、結構ね昔ながらみたいな黄色がかったね中華縮れ麺、中細麺となっております。でこれが最後か、返し、これね、さっきチャーシューと説明した通りの醤油の分量とチャーシューのねお肉の出汁が染み込んでおります。ってことで、今回作ったこちらのラインナップ全て合わせて嫁さんの分のねラーメンをまず作っていこうと思います。よし、じゃあ作っていきましょう。こんな麺見えるかな、昔ながらのね縮れ麺でございます。いいね。ではその間にまず返しですね、こちらが30よっ、スープが300ですね。よっ、そしたらここに背脂と、でよいしょ、チャーシューとメンマ、真ん中にネギと、で最後に、海苔と。ということで、こんな感じですね、背脂チャッチャ系ののすら完成いたしました。嫁さんに食べてもらいましょう。とりあえずね、ラーメンできてこっちに持ってきましたんで、嫁さんの試食会とか実食会でございます。いいね、色染まってるね、すごいね。さあ、行くぞ。うん、うん、うまい、いい感じ。よっしゃ、何点？90点。90点は
いただきました。合格でございます。僕の分もね、作って食べちゃいたいと思います。ということで、嫁さんから90点合格点をいただきましたんで、自分の分も作っていきたいと思います。麺どうしようかな。3玉ぐらい入れちゃおうかな。麺3玉入れよう。こんな感じで僕用の背脂ちゃっちゃラーメンできました。向こうの方で食べていきたいと思います。はい、ということで、ただいまこちらラーメン完成いたしまして、僕もねこのテーブルの方に移ってまいりました。だいぶねこの設置に、カメラの設置にね時間かかってしまって、ちょっとね伸びちゃってるかもしれないんですけど、早速ね食べていこうと思います。いただきます。まずちょっとこのスープから飲もう。ああ、うめえな。懐かしい感じするね。うん。やっぱね、今回肉中心なんで、結構ね、スープとしても懐かしい。いわゆるね、ノスラー系のような味がしますね。そしたらちょっと続いて麺で。こちらの麺からと。やっべ、うまそう。うん。あ、うまっ。あ、うまい。たまらん。うん、やーめにもなってますけど、このねやわい感じがいいですね。よりねこの卵臭さというか炭水臭さが鼻にくるので、この懐かしさがねたまらない。うん、先ほどからねもう見えてはいるんですけど、この白いご飯用意してるんで、こちらと一緒に。いいよっと。あー、ラーメンライスこれ最高にうまい。うん、あ、うん、うん、め、あ、チャーシューもうめ、正直に言うと前回作ったね濃厚煮干しと並ぶぐらいうまいと思う。これたまねえな。うん、今横にねずっと用意してあるこの子も飲んじゃいたいと思います。うん、それでは乾杯と。ああ、うめえ。海苔と麺と、うわ海苔うめえ、合うな。うん、うん、うますぎて黙々と食っちゃうんだけど、もうね今日は10月なんですけど、だいぶね外の気温も涼しくなってきて過ごしやすい季節なんだけど、やっぱりねこういう背脂系食べると体がねポッポしてくるから、ちょっとね汗ばんできた。うん、うん、うん、今こんな感じに麺の方は食べ終わったんですけど、ご飯余ってるんでドボンしちゃっていいですか。うわ、ちょっとこれスープにしっかりね浸しまして。うまそうじゃない。絶対うまいよねこんなの。これがねちょっと最後の締めで。あーうまい、うん、肉の出汁と背脂の甘み、これしっかり出ててめっちゃうまいわ。うん、はい、ということでラーメン完食でございます。はあ、美味しかった。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね背脂ちゃっちゃ系の、懐かしの醤油ラーメン完食いたしました。
今回のラーメンもね、正直かなり成功だったと思います。これね、そんなに難しい作り方じゃなくて、ご家庭で作ろうとしてもそんなにね難しいレシピじゃないと思います。ぜひね、これ気になった方、お休みの時にね、朝から材料を買いに行って、こう昼間ね仕込んで夜みんなで食べるなんていう楽しみもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。